春の小馬戦線の勢力図を展望する一戦であります。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは、花を切ったのは道船ボンディスウェイが上がってまいりました。それから15番レオシリウス、そのうち8番マテンロウスカイ、14番エイアンフォーリアリティ、その後ろでやりましょうか。13番マイネルクリソーラ、9番エルトンバローズ、内から1頭4番ディオグリフ、そしてその外にラーグルフ、その内からは1番レッドモンレーブ。第2コーナーから向こう流し、その外スーッとイルーシブパンサーが上がっていきました。そしてそのうちにソーバリアント、そして一番人気のソウルオリエンス、うまくいっているんではないでしょうか。そしてその後ろから5番シーグアス、差が開いて11番タイムズヘブン、流れるようにレースが展開されています。15番レオシリウスがレースを引っ張るようになりました。これを追って7番ドーブネ、マテンロウスカイ、そしてもう一頭12番ボンディスウェイ。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。先頭帝王シリウス、もう完全に足が止まった。先頭帝王シリウス、しかし差はそれほどでもない。マテンロウスカイ懸命に追う。3番手にマテンロウスカイ、1番内帝王シリウスが粘っている。捉えるかソウルオリエンス、先頭カラブトソウルオリエンス、先頭カラブトソウルオリエンス、フィシーグアスかソウルオリエンスか、首の上げ下げ。さあこの1着は際どいぞ。1着3番2着5番3着1番、スタートを切りました。16頭まずまずのスタートといったところでやります。先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのは8番マテンロウスカイ、レオシリウス、それからドーブネ、そして4番手に12番ボンディスウェイ、その後ろでやりましょうかエルトンバローズ。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー外を通ってエイアン、その内からは13番マイネルクリソーラ、ラーグルフ、3番ソウルオリエンス、黒い帽子が馬込みで揺れています。その外からはディオグリフ、イルーシブパンサーが、その後ろレッドモンレーブ、その外ソーバリアント、それからもう一頭16番フォーリアリティ、5番黒い馬体シーグアス、そしてしんがりから11番タイムズヘブンという展開です。先頭の方はどうなっているか。帝王シリウスが先頭です。そしてその後ろからマテンロウスカイ、そのうちにドーブネ、それから12番ボンディスウェイ、エイアン。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。ソウルオリエンス直線伸びてくるのかどうか。先頭帝王シリウス、しかし差はそれほどでもない。外からはドーブネ、間を割って黒い帽子ソウルオリエンスだ。3番手にエルトンバローズ、このまま粘れるか。ドーブネ頑張る頑張る。西村とエルトンバローズ、赤い帽子フィシーグアス先頭だ。1着フィシーグアス、2着エルトンバローズ。いい感じだね。1着5番、2着9番、3着3番。さあ飛び出した。16頭まずまず揃って飛び出しました。さあ何が行くのか。先頭に立ったのはドーブネ、外を通ってマテンロウスカイ、それからレオシリウス、12番ボンディスウェイ、それからエイアン、エルトンバローズ、その後ろでやりましょうかマイネルクリソーラ。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー、それからもう1頭ディオグリフ、フォーリアリティが並んでいます。内を通って10番ラーグルフ、そしてその後ろからレッドモンレーブ、これをマークするように3番ソウルオリエンス、その外イルーシブパンサー、それから2番ソーバリアント、シーグアスがその後ろ、その外にタイムズヘブン、前でありますが前2馬身くらいの差をつけて15番レオシリウスが先頭です。これを追って8番マテンロースカイであります。12番ボンディスウェイ、そしてもう1頭7番ドーブネ、その後ろ3馬身くらいあってエイアン、そして内からはエルトンバローズ、13番マイネルクリソーラ。さあものすごい歓声の中山競馬場。ソウルオリエンス直線の伸び足はどうか。エルトンバローズが差を詰めてきた。エルトンバローズが抜け出した。マテンロウスカイが3番手頑張る頑張る。西村とエルトンバローズ、外を通ってソーバリアントか。ムチが飛んでいる。ソーバリアント、ソーバリアントが襲いかかる。1着エルトンバローズ。いい感じだね。1着9番、2着2番、3着7番。
タートを切りました。16頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。8番マテンロスカイが先頭に立ちました。それからもう1頭ドブネ。12番ボンディスウェイレオシリウス、外から行こうというところ、この辺りちょっと離れているエイガン。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー、それからイルーシブパンサー、そしてその後ろから9番エルトンバローズ、内を通りまして4番リオムリフ、それからソーバリアント。16頭、これから向こう正面であります、その外マイネルクリソーラ、その後ろでありましょうか。16番オーリアリティ、そのうちに10番ラーグルフ、1番レッドモンレーブ、3番ソウルオリエンスがこれを追う展開になりました。その後ろ3馬身くらいあってシーグアス、11番タイムトヘブン、これがしんがりであります。15番レオシリウスが先頭です。マテンロスカイがその後ろ、そしてそのうちに7番ドーブネ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭帝王シリウス、足が止まった、内から懸命にマテンロスカイ、帝王シリウスが抜け出した、怖い馬が来た。11番タイムツヘブンだ、タイムツヘブン懸命に追う、これは阪神レースになりました。3番手にレッドモンレーブ、外を通ってレッドモンレーブか、これは際どい、内か中か外か。1着、1番、2着、当番、3着、6番中山記念、16頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。15番レオシリウス先頭、その後ろでやりましょうか。マテンロースカイ、ドブネ。14番エイガン。16頭第1コーナー右にカーブを取ります。それからもう1頭13番マイネルクリソーラ、そのうちにボンディスウェイ、エルトンバローズ、ソウルオリエンスがこれを見るようにしていっています。その外からはリオムリフ、6番イルーシブパンサーが上がってまいりました。ソーバリアントがその後ろ、内を通りましてレッドモンレーブ、外を通って16番オーリアリティ、10番ラーグルフ、5番プロイバタイシーグアスであります。そしてその後ろからタイムトヘブン、流れるようにレースが展開されています。レオシリウスがレースを引っ張るようになりました。その後ろ3馬身くらいあって、8番マテンロースカイ、そして3番手にドーブネ、それからエイアン、もう1頭13番マイネルクリソーラ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、先頭帝王シリウス、足が止まった、外から何が来ているのか。ヨグリフかマテンロースカイ、一気に抜けた、内を通って帝王シリウス、外を通ってヨグリフか、頑張る頑張る、横山とマテンロースカイ、ヨグリフ先頭に立った、ヨグリフ一着、マテンロースカイ、ソーバリアント、この2着は際どいが、勝ったのはヨグリフだ。1着4番、2着2番、3着8番。